こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県川崎市横須賀線新川崎駅にやってきました。隣接するのは JR 貨物新鶴見機関区になります。本日は高崎機関区に所属する EH200 型ブルーサンダーが固まって留置されています。定期的に訪れまして配置されます懐かしい国鉄型電気機関車 EF65 型2000番台の動向を見てきています。以前はこちらに10連が2本留置されていました。本日は姿がなくなっています。この後はいつものように見れる範囲からぐるっと一周様子を見ていきたいと思います。そして今回はここ最近新鶴見機関区では見ることができなくなった車両がやってきているようです。探していきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。早速 EF210 型155号機左側になんとなく1両見えています。ここ最近運用が減っています。走行しているところなかなか見る機会がなくなっています。草木に紛れまして2両確認。ついでに置き換えが進んだ E217 系も見れれば良いなと待っています。全くやってきません。合計 E235 系1000番台のみ。2067号機と奥にもう1両号機の方までは確認できなくなっています。手前には信号所にたくさん咲き誇っていた黄色い花、未だに咲き誇っています。角度を変えまして反対を見てみますと、こちらは愛知機関区に所属する ED200 型でしょうか。3両連なって誘致されているように見えます。よそ見していたらこちらが E217 系になります。まあ、これもいつまで見れるか。編成番号 Y37 と確認しています。ホームから見れるのはこのくらいになります。この後は改札を出まして外をぐるっと一周してみたいと思います。連絡自由通路から中を覗き込んでいます。12の下には先ほどの DD200 型、11の下にどこかで見たことがある電気機関車が留置されています。ちょっと行ってみたいと思います。完全に内陸部、車両側面 JR マークがなんとなく見える程度です。結局割畑信号所方面までやってきてしまいました。比較的中の様子を確認しやすい新鶴見機関区、しかし本日は完全に内陸部に留置されていましたので全く分かりませんでした。後ほど入れ替えでも行ってくれれば見ることができるかと思います。仕方ないので機関区方面に戻ってきました。2096号機が通電中。先ほどの車両10の右側にちょうど見えないような感じで留置されているかと思います。先ほどから非常警笛と汽笛が周辺に響き渡っています。何か動きがあるかもしれません。左側の車両は2090号機でした。連結してそうな感じに見えても1メーターぐらい間隔が空いています。こちらに関しては連結されています。号機の方まではちょっと分かりません。駅周辺まで戻ってきています。以前からこの周辺には配置されている DE11 型2000番台が留置されています。こちらは2001号機になりまして、その他に2004号機、2002号機と2003号機の方は大宮車両所の方に改装されてしまっています。ここ最近1両しか確認することができていませんでした。本日は何か車両と連結しています。
角度を少しずらすと2068号機と分かりました。側面の遮断プレートや銘板の方撤去されていません。一体何なんでしょうか。上から見てみたいと思います。でもその前に入れ替え用ハイブリッドディーゼル機関車 HT300 型35号機が入れ替え、反対を見ますと仙台総合鉄道部に所属します DH500 型901号機は大宮車両所の方で眠っていますが、こちらの1号機トップナンバーは現役です。2068号機は1977年川崎重工富士電機で製造されています。最終全般検査は大宮車両所の方で2018年4月に行われまして出場、それからもう6年以上経っています。検査が切れているはず。現在無河川地帯に留置されています。最後尾に2001号機、一番手前に2004号機、挟まれるような形で不思議な3両編成が作られています。もしかしたらこの編成で大宮車両所の方に改装されてしまう可能性もあります。今後の動向気になるところです。一方でこちらの2085号機は2022年3月に全般検査が行われまして出場、 EF65 型2000番台形式の中で一番最後に検査が行われた車両になります。旧車庫の方に一時的に収まり、またそのうち出てきまして運用復帰も考えられます。そして最初の車両になります。相変わらず動きありません。入れ替え作業を行っていた35号機もどこかに行ってしまいました。新角線の上り線方面にカメラを向けられた方の姿をたくさん確認することができます。もしかしたら何かやってくるかもしれません。もうここまで見えてしまっています。お分かりになる方もいらっしゃるかと思います。動く気配ありませんので簡単に触れときたいと思います。愛知機関区に所属する EF64 型1000番台、ブルーの遮断プレートが見えているかと思います。1042号機、東海地方から東海道本線を上る EF210 型359号機の牽引する貨物列車に連結されまして、こちらの新鶴見までやってきています。無動力で改装されてきています。途中の西浜松や静岡貨物駅の訓練機交換かなと思っていたところ、新鶴見の方までやってきてしまっています。一体何しに来たのかということになります。あくまでも推測、考えられるとすれば2つ思いつきます。一つは大宮車両所の方に入場、もう一つは塩尻機関区篠ノ井派出の訓練機交換。今までの流れを見ていると一旦新鶴見の方にやってきています。信号所から中央東線に向かう貨物列車に連結されまして、長野方面を目指すような流れ、あくまでも推測です。どちらになるのか分かりません。その他のパターンも考えられます。先ほどからしばらく入れ替えを期待して待っています。残念ながら無理そうです。そんなことをしていますと HQ が40連、 EH200 型です。連結しているのか定かではありませんが、とても素晴らしい迫力。高崎機関区でもないのに5両のブルーサンダーがまとまって留置されています。朝から晩までずっと張り込んでいれば何かしらの動き見れるかと思います。でもそんな時間はありません。そろそろ別の場所に移動しなければなりません。複数の気になる車両、今後も動向見ていきたいと思います。
チャンネル登録よろしくお願いします。ものすごい強い力を発揮しそうな40連、この後祝福という流れには絶対に結びつきません。本日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。多くの皆様が待ち構えている列車、もうすぐ右下の線路を通過するようです。いつも見ている車両です。今回は省略したいと思います。それではまた。